おはようございます。もしもです。今回はですね、ノーチラスですね。前回の動画で、オークロードじゃなくて、何でしたっけ？アークロイヤルみたいな、なんかそんな名前のやつをですね、紹介したんですけれども、今回はですね、ノーチラス。こちらのテンプレ編成とですね、あとサブコンなのがいいんじゃないかなっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。はい。前回は確か27戦だったんですけど、今回は22戦。22体用意してきたんで、それをね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい。その前にね、とにもかくにも、ノーチラスのどんなね、リーダースキルなのか、スキルなのかをね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい。というわけで、変身2段階ですね。25ターン変身。で、さっきの、なんちゃらかんちゃらと、一緒ですね。はい。もうすでにね、名前を忘れてしまったんですが、はい。そんなことはですね、置いておいて、こいつは2回変身をしていきます。まあ、ターン数はですね、さっきと同じですね。んで、リーダースキル。木を6個以上つなげて消すと、ダメージ半減、2コンボ加算、固定500万ダメージで、木の HP2倍の、攻撃力24倍と。まあ、HP2 倍半減がね、当たり前の時代が来るかと思うとですね、震えが止まらないですね。はい。というわけで、2コンボ加算になりました。前回のやつはですね、3コンボ加算だったんですけれども、今回ですね、2コンボ加算に抑えられてます。はい。その代わり、攻撃力24倍出るということで、前回のやつがですね、20倍だったんで、今回の方が攻撃力は高めに出るといった感じですね。はい。で、木をね、6個以上つなげて消すとってことなんで、まあ、LG で消した時にね、ダメージを半減と2コンボ加算固定500万ダメージが発動しないっていうのが、注意点かなと思います。はい。水のやつはね、5攻撃以上だったんで、L 字でもね、ちゃんと、固定ダメージとかに入ってくれたんですけど、まあ、今回はね、まあ、列とか無効貫通しないと、なかなか入ってくれないと。そこがですね、まあ、若干、水よりもね、まあ、劣ってるといえば劣ってるところかなと思います。はい。ただね、こちらもですね、かなりリーダーとして強いので、はい、今回ですね、こいつのサブをちょっと見ていこうかなと思います。まず1体目ですね、イノスケです。イノスケはまあ、進化前でも進化後でもね、どちらでもおすすめだと思います。はい。まあ、超覚醒でね、スキブを選んであげたり、あとはバインド耐性とかね、選んであげるとすごく良いと思います。こっちのね、イノスケは、まあ、3ターンの間ね、受けるダメージを軽減ってあるんで、まあ、これがね、もしかしたら、ウラマロウのね、ジルレガードで、まあ、3ターンなんでね、結構、ジルレガードの発狂を受けるときとかに役立ったりするかもしれないですね。はい。で、2体目、アルバートですね。まあ、こいつ変身前にスキブ持ってないんですけど、まあ、結構ね、貴族生のパーティーってスキブを盛りやすいので、まあ、学園バレリアとか入れてあげれば全然問題ないんじゃないかなと思います。はい。アルバートはね、無効貫通と7コンボ組むとね、まあ、ほぼ確定で貫通する、そういうキャラになってます。はい。でね、今回ね、亀裂強化も持ってきてるので、無効貫通組まなくてもね、結構貫通する火力が見れるんじゃないかなと思います。かなりおすすめですね。はい。で、コンスタンスマギーですね。これ変身じゃん。進化後と、進化前進化後どちらともおすすめですね。あとでね、自分が組んだテンプレパーティーもちょっと見せるんですけど、まあ、そっちはね、変身前、じゃない、進化前をちょっと入れてるんですけど、まあ、進化後でも全然いいと思います。むしろね、進化後の方がいい場面も結構ね、あると思います。そこは使い分けかなと思います。はい、続いてアリナですね。まあ、これは、まあ、今回ね、結構必須と言っても過言ではないくらい、アリナは強いですね。まずね、強い点が、一つ目が回復、力強化をね、持ってるところですね。はい。回復力がね、ちょっとね、どうしても若干不安なんで、まあ、こいつを入れてあげることによって、まあ、回復の足しになると。で、雲耐性を持ってると。で、4ターンで消せないバインド覚醒無効全回復できて、なおかつね、木を生成してロックもしてくれるので、アリナはね、貴族生のパーティーを使う上だったら絶対に入れておきたいような、キャラの一人ではありますね。まあ、交換迷ってる人がいたら、まあ、俺はぜひ交換をおすすめしてます。はい。交換してほしいです。続いてはロミアですね。クリスマスロミアなんですけど、こいつもね、スキブ6持っててかなり強いキャラです。まあ、スキルはね、そんなにめちゃくちゃ強いってわけじゃないんですけど、まあ、スキブ6っていうところがね、結構魅力的なので、入れるのも結構ありだと思います。はい。続いて、ナッシュですね。ナッシュもかなり強いと思います。回復以外のドロップから、木と光をね、3個ずつ生成ということで、こいつをね、ポンと1体入れておくだけで、毎ターンね、実質木が6個作れると言っても過言ではないぐらい、こいつがね、強いので、あ、1体だとあれですね。2ターンなんで、ループはしないんで、毎ターンじゃないですけど、まあ、もしね、2体入れたら、毎ターン、ループができます。はい。ということで、ナッシュはね、かなり強いので、おすすめキャラです。はい、テュオーレですね。テュオーレは、こいつはね、スキルがね、めちゃめちゃ強いですね。攻撃力2倍、消せないドロップと覚醒無効状態を全回復。まあ、ちょっとね、ノーチラスの、スキルとね、被っちゃうんですけど、まあ、円波っていうところでは。まあ、ただね、消せないバインド、じゃね、消せないと回復、覚醒無効をね、全回復してくれるのはかなり強いと思います。耐性がね、超覚醒で選べるのも強いですね。スキブプラスにしてもいいと思います。でね、今思い出したんですけど、ノーチラスといえばですね、ヨルシカのノーチラスという曲が有名ですよね。さよならの速さで今日をあげて、
いつかやっと夜が明けたらもう目を覚まして見て寝ぼけまなこの君をっていうねありますね。はい、そんなことはですね置いておいて、次は超天星セレスですね。超雨天星イセレスですね。はい、黒マギセレスなんかもね結構おすすめです。まあこいつのねスキルは結構強いし、まあ覚醒超覚醒で、スキブをね漏れるところも偉いです。はい、ドロップの、回復ドロップ強化もねあるところもかなり偉いかなと思います。かなりおすすめです。はい、続いてバレリアですね。まあバレリアはスキブがすごくね持ってるので、まずね第一に採用検討するキャラの一体ではありますね。はい、で、毒耐性プラスもね持ってるのも偉いです。スキルもね3ターンの間ドロップ操作時間と回復力2倍ということで、かなりノーチラスの、パーティーとね相性がいいんじゃないかなと思ってます。はい、特にね裏マローとかだったらぶっ刺さるのでおすすめです。はい、続いて正月エノーラですね。正月エノーラは実質スキブ7という見方ができるかもしれないです。うん、まあ、結構ね、スキルは、まあ、ターン数重いんで、まあ、1回使っちゃったらなかなか返ってこないんですけど、まあ、これをね、初手で打てると、まあ、オロチみたいに、結構ね、ターンを、こいつ1体で稼ぐことができるんで、こいつ結構おすすめです。はい、ただね、バレリアと一緒に編成すると毒耐性がね、どうしても腐っちゃうんで、そこはちょっと微妙かなと思います。まあ、編成するならね、どっちか1体をスキブと、まあ、ターン数稼ぎに使うのがいいんじゃないかなと思います。はい、続いてクリスマスポロネですね。こいつもかなり強いです。こいつもね、かなり強いので、持ってる人はね、ぜひ入れてみてもいいんじゃないかなと思います。実質スキブ読んで、属性吸収、ダメージ吸収をね、無効化してくれるスキルを持ってるので、こいつはかなり、使い勝手がね、いいキャラとなってます。はい。続いてモンスターハルクですね。まあ、こいつ変身するまでにね、割と、労力が必要なんですけど、まあ、変身さえしてしまえば、1ターンで、ランダムで起動ブロック生成と。まあ、クリスの木バージョンですね。こいつね、無効貫通してしまえば、マシンと神にね、めちゃめちゃ攻撃力、ぶっ刺せるので、かなりおすすめのキャラですね。はい。んで、ガイルですね。ガイルもめちゃめちゃ強いと思います。スキブ5ですね。スキブ5で、しかもスキルもね、うん、ロックを解除し、2段目、横一列を木に変化ということで、割とね、相性がいいスキルになってます。かなりおすすめです。はい。続いて、正月アルテミスですね。正月アルテミスも結構強いです。スキブ5持ってるので、スキブでターン稼ぎっていうね、こともできます。はい、スキルもね、結構強いですね。火を木に変化するんで、ノーチラスのね、スキルが光を木に変化するんで、まあ、火はね、干渉しないんで、そことは相性がいいんじゃないかなと思って、アルテミスね、割と採用する価値あるんじゃないかなと思ってます。はい、続いて、極星の楓ですね。極星の楓もね、うん、ロック解除と、ランダムでキー回復6個ずつ生成で、味方のスキルが一旦溜まると。こいつもね、かなり強いキャラだと思います。クリスマスポロネってね、どうしても気ドロップ強化が4つしかないので、まあ、こいつ入れることによって6個になって 100% 超えるっていう。続いてリーリア、ダークカラーですね。リーリアもね、かなりおすすめですね。リーリアもね、スキブを4つ持ってるし、まあ、超覚醒でもね、7C と無効貫通選べるんですけど、まあ、どちらにしても強いかなと思います。おすすめはね、7C ですね。はい、列で結構ね、火力持っていけるので、まあ、無効貫通わざわざ組まなくてもカンスト近い火力が出せるんじゃないかなと思ってます。はい。で、大量にね、キドロップを作ってくれて、さらにロックしてくれるんで、これはね、結構ルーレット対策とかでありがたいスキルかなと思います。はい。続いて、クラマヤシャマルですね。これ何のコラボか、サムスピかな、サムライスピリッツコラボみたいな感じのコラボでしたね。こいつね、未だに俺は全然強いと思ってて、まあ、アリナ持ってる人からするとね、まあ、採用、の価値はちょっと下がっちゃうんですけど、まあそれでもね、アリナ持ってない人からすると、めちゃめちゃ強いキャラなので、こいつはね、1体編成しておくだけで、かなりね、パーティーの幅が広がるんじゃないかなと思います。はい。1体でね、雲耐性と、さらにね、スキルで消せないバインド覚醒無効状態を、回復できるので、こいつ1体入れるだけで幅が広がると思います。はい。で、続いては、まあ、アムリネアですね。アムリネアもね、実質スキブ6みたいな考え方ができますね。変身前にスキブを3つ持ってて、でなおかつ3ターン遅延してくれるんで、まあ、スキブ実質6という見方もできます。で、しかもね、こいつランダムでルーレット2個生成してくれるんで、まあ、言ってしまえば、木のですね、欠損することがなくなるわけですね。こいつを1体入れておくだけで。まあ、そこがかなり強いかなと思います。はい。で、カーリーですね。カーリーはね、スキブ6持ってて、しかもね、雲耐性、聴覚性でつけられるんで、かなり強いと思います。亀裂鏡も持ってるので、まあ、円波のね、足しになると。円波倍率の足しになるってところも結構強いかなと思います。スキルはね、ちょっとその代わり弱いんですけど、若干弱いんですけど、まあ、そこはね、ご愛嬌ということで。はい、続いて、小野田坂道ですね。小野田坂道も結構強いと思います。聴覚性でスキブプラスを選んであげると、スキブ4つにもできるし、雲耐性にしても、まあ、雲をね、補えると。で、スキルもね、ランダムで木と回復3個ずつ生成でロックしてくれるのが3ターンと。結構ね、小回りの効くスキルなので、
まあ、小野田坂道もかなり強いかなと思いました。はい。続いて、超転生櫛灘姫ですね。超転生櫛灘姫はね、回復を補ってくれて、なおかつスキブを4つ持ってるところがかなり偉いところですね。まあ、1ターンの間受けるダメージ激減っていうことなんですけど、やっぱノーチラスのね、パーティー結構ね、もともとの HP が高いんで、まあ、激減してまで耐えられない、ようなダメージがね、飛んでくる場面っていうのはね、結構極めて少ないと思うんですけど、まあなかなかね、この覚醒を、超覚醒とね、覚醒を見た感じはいいキャラなのは間違いないんで、優先してね、入れたいキャラの一体ではありますね。はい。で、続いて空間ですね。空間はもう言わずもがな、めちゃめちゃ裏マローで活躍してくれたキャラですね。まあ、こいつはね、スキブ5個持ってるし、まあちょっとね、バインド耐性がないので、そこを補わなきゃいけないんですけど、まあバインドが飛んでこない裏シュラーとかだったら、超覚醒ね、7コンボ強化とか、スキブプラスにしてもらって、まあ、あとはね、暗闇耐性を持ってるんで、まあ、そこをね、武器でわざわざ補う必要がないと。で、こいつもね、激減スキルに泥強なので、まあまあ強いと思います。はい。で、最後にね、こんな感じで、ノーチラスのテンプレ組んでみました。このね、灰色のよくわかんないやつがですね、アリナの武器ですね。まあ、ここは筋肉マンソルジャーの武器と悩んだんですけど、まあ、アリナの武器を今回採用してみました。筋肉マンソルジャーでも、ね、全然いいと思います。はい。で、こんな感じですね。HP233,456 ということで、まあ、ここわざわざね、バッジを HP プラスにしなくても、まあ、今回は回復力強化でもいいかなと思ったので、回復バッジにしてます。はい。で、まあ、ちょっとね、指が 10.5 秒不安だなっていう人は、まあ、パズパズバッジでも指バッジでもしてもらえば、安定してね、パズルができるので、おすすめかなと思います。はい。というわけでね、以上22体、サブ紹介していきました。まあね、結構ね、水と違って切ってね、サブが豊富なので、パーティーはこっちの方が組みやすいのかなと思います。はい。まあ、あとですね、列の覚醒が、まあ、列でこうね、上でとか、まあ、下とか、まあ、どこでもいいんですけど、消した時にね、シャリーンみたいな、パリーンみたいな音がするじゃないですか、列って。あれがね、個人的にめちゃめちゃ好きなんで、まあ、どっちのパーティー使いたいかって言われたら、まあ、正直、自分は木のパーティーで、たくさんね、列の音を聞きたいなっていう、はい。そういうね、よくわからない趣味があるので、まあ、弾けた際にはね、ぜひ、木を使ってみたいなとは思ってます。ただね、まあ、ゴッドフェス、なんでね、まあ、なかなか弾かないとは思うんですけど、まあ、もしね、出たら、まあ、なるべく木が出てほしいなと思っております。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイチャッ。アディオス。